で初日11レース走られます福岡の児玉選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ファン投票1位での今年も選出になりますけども、はい、どうでしょうか。いやー、まあ、8年連続こんなに長くたくさん応援してくれてる人がいるんだなって改めて実感したし、やっぱそういう人たちのためにもやっぱり車検に貢献して恩返ししたいなって気持ちがすごくあるので、まあ、しっかりその期待に応えられるように今回3日間頑張りたいと思います。今回この制度は最後になりますけども、はい、どうですか。単発レースが今回だけ3日間っていうところで、まあ、他のレースと違って、まあ、3日間ファンの方に選ばれた14人でかなり濃いメンバーの中3日間走るっていうところは本当に連日厳しい戦いにはなると思うんですけど、まあ、吸収することは本当にたくさんあると思うし学ぶところもたくさんあると思うので、まあ、自分はグランプリ決まってるんで、まあ、しっかりそこにつなげられるような3日間にしたいなと思います。まあ、平塚競輪場なんですけど、まあ、グランプリを優勝されたり、まあ、ちょっと2年前は苦い思い出もあると思いますけども、はい、印象はどうでしょうか。スピードに乗りやすいイメージですごく軽いイメージなので、まあ、好きなバンクの一つではありますね。ナイター関西っていうのはどちらかというと、まあ、ありがたいですね。ナイターが一番好きなんで暑、はい、いし、はい。まあ、今回ドリームレースのメンバーを見て、はい、まあ、オリンピックの2人もいますけども、はい、オリンピックは見られましたか。昨日だけ中継、テレビで見て、はい、あとネットとかの情報で何秒出したとか何位とかっていう情報は見ました。はい、それを見てどういう印象ですか。いやー、ただでさえとかこう一緒にやっぱり走ってもかなわないなって思う人なのにそれ以上のタイムを出す選手もいるのを見て半端ないなと思いましたね。例えばガールズ競輪の、まあ、レベルも上がってきている中に、はい、またオリンピックの選手も入ってくるとなるとまた刺激のある戦いになるんじゃないかなと思いますけど、ね、そうですね。なんとか食らいついていけるように頑張りたいです。わ、はい、かりました。では最後に意気込みとファンの方へのメッセージよろしくお願いします。はい、今年もたくさんの応援ありがとうございます。3日間開催なんですけど、まあ、1日1日しっかり自分らしいレースをして優勝して皆さんに恩返しができるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。